どうも、パトラチャンネルでーす。どうもでーす。どうも。久しぶりの3人。見切れ気味。久しぶり初めて。あ、初めて初めてではないんじゃない？あ、でもこの紹介は初めてかもしれない。うん。初めてだと思う。多分。そういう感じ？うん、なんか、ちゃんと、ボタンが。本日もご視聴いただき、誠にありがとうございます。ありがとうございます。今日は、毎週恒例、JLPGA 女性ツアー選手。の、優勝された方、優勝された選手のクラブセットをご紹介していきます。お願いします。お願いします。千鳥足。さあ、今日は今日の大会は今日は日米女子ツアーの、トト、ジャパンクラシック太平洋クラブ実りですね。こちらのコースで開催された、女子の、試合の方ですね。ぐだぐだね。久々のね、優勝の稲見萌寧選手。あそこまで行く。もうそこまで行っちゃう。見事優勝おめでとうございます。逆転 V。逆転 V ですね。実りだもんね。実り。近いよね。うん。え？小見玉？小見玉？あ、そうそうそう。そうそう。じゃないですか。実り？実り。実りって何？ああ、コースの名前だ。コースの名前。行ったことないんだよな、みのり。みのり、おでもないなぁ。ある？あ、でも、まあ、不安の一定じゃないかもしれない。あの辺ね、いいコース、多いですもんね。多いです。うん。四季岡とかね。どの辺なのかが全くわかんないです。地形というか。この辺。その辺。石岡この辺。石岡この辺。この辺。石岡ってどこ？石岡って？茨城。茨城。あ、そっち。どっち？群馬寄りかと思ってました。違う違う。茨城の群馬寄りってどういうこと？あ、じゃあ、栃木あるね。あ、そっかそっか。栃木の方だと思ってました。やべやべ。ひどいもんだよ。やべやべ。場所が全くわかってねえ。で、開催された、とうとうクラシック。うん。ですね。ですね。久々の優勝みたいで、ちょっとびっくりですけど、1年2ヶ月ぶりの434かぶり。でも、そんだけ勝ててなかった印象なかった。あ、まあ、でも、紹介はしてないもんね、ここ1年。オリンピック以来。オリンピックで銀メダル取ってから。オリンピック銀メダル以来。あ、以来ですか？いや、以来。ほぼ以来。優勝じゃないか。優勝って銀メダルじゃ優勝じゃないですもんね。オリンピックどこだっけ？ニトリって言ってた。あ、ニトリ、昨年の8月のニトリレディースが最後。そうか、そうか、400日って1年以上か。そう。あー。そうそうそう。ちょっと持ってなくても。一番、調べたよね。ちゃんと調べてはいるんですよ。毎回、実は。スコアは？スコア22アンダー。64、68、65、69。おー。すげえな。てか、ビッグスコアだよね、今回ね。全部そうっすね。上の方もほぼほぼ10アンダー以上だったもんね。すごいね。すごい。はい、米選手は上の方絡んでこなかったっけ？絡んで、なんか、あ、じゃあ、ペース、ソンミュさん選手。あれ？なんだったやべやべ。ペ、ソ、ソン、ヌ、ソン、ウさん。ほら、合ってる合ってる。まあ、面白いですね。そうです。桑木選手。桑木選手は。っていうのが、日米初みたいな。ああ。日米同時だったんだもんね。そうですね。で、畑岡選手と。だよね。それで逆転だもんね。さあ、そんな稲見選手のクラブ紹介。はい。はい。まずドライバー。ステルス2、こちら、あ、ステルス2のプラス。あ、ロフト側からん。これは8度か。うん。9度ぐらいじゃん。9度、9度だった気がする。9度ですね。うん、こちらのドライバーをお使いです。で、シャフトが、もう印象あるな、稲見選手は。いや、ピンクじゃないっすよね。ジアッタ。ジアッタス V2 なの？そうっす、V2 でした。V2。ジアッタ V2 の 5S をお使いですね。まあ、ジアッタスをね、ずっと使ってるっていう印象が。あります？あるある。一番最初のジアッタスでさ、それで稲見選手が強かった時、強かった時というか、うん、賞金賞を取った時あたり。だよね。それにちなんで買いましたからね。そうだよね。ピンクのシャフト。で、255ヤード。飛ぶね。飛ぶなぁ。すげえなぁ。うん。羨ましい。
アマチュアでも飛ぶ方じゃないのかな。俺より飛ぶよ。誰も画面にいない。俺より飛ぶって毎回思ってるんだよな。すげえなーと思って。はい。はい。じゃあ続いてヘアウェイウッドですね。やっぱステルス2のヘアウェイウッド3番15度お使いですね。で、シャフトはやっぱ同じく、こちら V2 ですね。やっぱ 50g 台の S をお使いです。あ、フェアウェイ1本だけ？そうなんです。3本だけ。3本ウッドだけ。で、レスキューが2本。あレスキューでいいんですよね、ユーティリティ。ユーティリティ。こちら。3番と4番。3U、4U。3U？やるのかと思ったら、ちょっと開けてたんですけど。俺の方ね。早ないこれ。ダメっぽいな。で、シャフトが NS のプロトタイプっていうシャフトですね。まあ、プロトタイプだから。なんかでも、だいぶこの試合から、前の試合か、からセッティングが、むしろウッド系が、キャロウェイからテイラーに変わってるっていう。なんかさ、この間、優勝してなかった区間で4回ぐらいスイング変えたみたいな、ニュース読んだよ。別にそれ以上はないけど。スイング改造はしてたみたいですね。近所のお寿司屋さんにいるっていう情報は、なんかダイナミック千葉に行った時に、今日いるぞみたいな。あ、千葉の方。どこだっけ？なんだっけ？あー、名前が出ない。北八つだ。北八つゴルフガーデンによくいらっしゃるんです。あー、へー。ラフテンボーラーです。あー、あー、へー。アイアンは、水のプロの9月に発売しました、243、水のプロ243で5番からピッチングを使用です。ここね。で、シャフトがスチールファイバーですね。スチールファイバー。スチールファイバーいいシャフトで人気あるよね。入れたいなぁと思うけど、ちょっと価格が。残念。スチールファイバーの FCCW っていう、何すか、うん、あのね、CW。種類、種類。要はディアマナの何とかっていう、そういう種類。スチールファイバーも何種類かある。じゃあ続いてウェッジの方ですね。はい、ボーケーウェッジの SM9 お使いです。485258を3本入れてまして、こちらはやっぱスチールファイバーのシャフトの方を入れてるそうですね。ウェッジこちらですね。そうですね。うん、あ、でも重量は重いのか。110ぐらい入れてるのかな。うん、かな。そう、重量まで書いてないんだよな。重量なかったですね。で、最後がパターなんですけど、トラス。トラスはトラス。ただ黒いトラスでしょ。トラスのイメージ強いですね。ね。いやもうこれを一躍だってね、人気者にしたイメージ。あるよね、うん。うん。トラスの多分新しいモデルだよね。首かしげちゃって。そうです。多分ここ出るね。出して。という感じでございます。トラスヒールっていうやつ。ヒール型の方ってこと？センターじゃないセンターじゃなかったですね。センターだったんですかずっと。センターじゃなかったっけ。センターのイメージがなんかセンターのイメージ俺あるけど。センターじゃなかったっけ違ったっけいや、あんまり知らないから何のイメージもないですけどね。プラス、センターのイメージ。ああ、うんうん。だよね。うん。てか、どこの用具契約もしてないんですかねフリーなの南選手もあ、でもフリー感があるね。フリー感あるね。だってキャロウェイから今回、前回か、うん。前回の試合ぐらいの発表から、なんだ、ローグ ST のトリプルダイヤからステルス2に変わってますからね。うん、あ、じゃあ、ダイキンから変わってるのか。ダイキンがローグだから。ああ、うん、映ってねえです。あ、じゃ声だけ。声だけ失礼。へえ、じゃあ、ボール。はい、なんかブリヂストンのウェアとか着てるイメージ、あ、ニューバランスかな。俺ウェアのイメージあんま持ってないな。ああ、なんか帽子が BS のあったような。なんかそんなイメージありますけどね。で最後ボールですね。こちらツアー B の XS ですね。ちょっと柔らかめのスピン系のボールですね。こちら使ってます。いいボールだね。うん、これいいボール。うん。ドキタマ使う。おう。で？うん？あちゃこちゃ。でしょうね。持ち玉のどっちみたいな。うん、最近減ってきたけど。うん、あ、
というのが、今回とうとう、ジャパンクラシック優勝をされた、稲見萌寧選手、優勝おめでとうございます。おめでとうございます。またの活躍期待しております。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。この動画が良かったと思っていただいた方はグッドボタンぜひお願いします。お願いします。チャンネル登録はこちら、おすすめ動画はこちらです。ぜひお願いします。お願いします。